ルゼンチンリーグガチで頭おかしい。ユーロの反応、いやー雷が落ちてる、怖いよ、隠れて、一方アルゼンチンでの普通の試合がこれだ。本当にアルゼンチンの地方ではどのゲームもこうだ。一方、ブエノスアイレス市ではヨーロッパの影響を受けているのか、旗も、発煙筒も、爆竹も、何もない、歌うことを禁止するのもあと2人の議員の賛成で決まりそうだ。いつ基地に火花が燃え移っても不思議ではない。クレイジーだが肯定される文化ではない。アルゼンチン人は学校に行っていないので雷は上から下に落ちるが、花火は下から上に行くということを知らなかった。雷と花火の違いが分かればいいのにね。さすがメッシの家族の家を襲撃する国だ。花火と雷雨を比較するなんて本当に馬鹿げてるよね。治安が悪いことは何の自慢にもならない。